私のね、この回答の書き方っていうのをね、絶対ね、覚えておいて。X について整理しろ。X 以外の文字は数字扱いしろって言ったら、赤いところのところをちょっと注目して。XY+2X って、ああこの中に X がいるからくくり出せるねっていう風に思ってくれるといいんやけど、 X をここへ、前へくくり出すんじゃなくて、ここへくくり出してください。こうやってくくり出してやっていいです。こんな風に書いといてくれへんかな。 Y が数字だよっていう風に思うってことは、なんかこれ数字なんだわ、なんとか X なんだわっていう風に自分にすごく言い聞かせて思い込むことで、この後ろの緑のバッグさ、この3つでさ、田んぼに掘り込むことができますよ。たすきがけできますよ。この田んぼに書いてあることと聖書、たすきがけでこうやってカッコ2つに分解してみてください。 Y は数字、数字ってことはこういうことですね。 X2+13X+3×10 みたいな、そんな感じになってるんじゃないのっていうふうに思い込むといいです。つまりどういうことかっていうと、 Y が混じっていようが、こうやって中学校レベルで解決できんかなっていう風に考えるので、足してマイナス y 足す2かけてマイナス 2y 足す3かける y 引く1になる組み合わせを見つけてくださいっていうことだと思うんだよね。というかさ、半分今答え言ってるじゃんっていう風に思った人はちゃんと先が見えるんやと思うわ。かけてこの組み合わせになる組み合わせはっていう無邪気なこと言ってるんですよ。ああ気づいたよね、この組み合わせに決まってる、組み合わせ出てるんだよな。え、嘘っていうふうに思ったら、端でこれかけてこれの組み合わせ、これ2つさ、ちょっと騙されたと思って端っこの方でこそっと計算しとくんだわ。おお、ちゃんと決まっとるんやっていうふうにちゃんと当たり出ますわ。こうやって足してかけてこれの組み合わせを見つけようって見つかった。こういう風に、ほらほら、文字だと思って、ね、X 足すこの塊、X 足すこの塊、展開したらうまくいくんだわとかいう風に、すごく納得しながら進めてってほしい。くどいこと言いますけど、Y は数字だと思えば、こうやって、あ、この塊数字、この塊数字ですごくいい気がしてやってください。バラしたよっていう風にしても、全然実害はないはずなんで、こいつは解いても構いませんっていう風にして、中身バラすっていうことをします。中括弧の中身はバラしてください。因数分解の、普通ルール、中括弧の中はバラすと。これをやってください。ここまでとりあえず書けたわ、決まったらしいなっていう感覚を持てた人、私のね、この回答の書き方っていうのをね、絶対ね、覚えておいて。書き方にポイントがあるよって何なのかっていうと、計算をこうやって進めたっていうところと、それから計算の本線ではない確認する程度のどうでもいい計算っていうのは横の方にコソコソっていう風にやるよっていう風にするんですよ。これ絶対癖にしてください。こういう風に流れをちゃんと分かるように書いて、ここで締め、適当な、おまけの計算横でやってますみたいにどけ立ってくださいね。これルールにしましょう。 OK。 難易度高いのでさ、